ダメだ。数字推測ゲームは楽すぎる。暇なのだよ、私は。君の監視くらいしかすることがない。この部屋にももう飽きたな。そろそろあれをやる頃かな。ん？どちらかが死ぬ。だろう。我々二人だけ最後まで生き残ってたら滑稽だよ。打ち殺すためだよ。わお、わお、君いい友達持ってるね。だがだがだが、君本当にいい友達を持っているね。でしょ。そう、全身から血を吹き出しながらね。芸術だ。太宰君には申し訳ない話だ。ん？ん？もう勝つ気かい？気候が待ち構える。泣きたくなってきて。相手が溺れ死ぬ様子を想像して喜んでる。さて、最後はいい知らせだ。お先にどうぞ。広い、狭苦しい独房生活に比べたらまるで舞踏会場だ。踊ろう。私を何に利用する気だ。止まったよ。楽しいな、自由っていいな。ちょっと監獄観光していく？めったに来られる場所じゃないし。おお、そうだ。囚人食に飽きたから甘いものをたらふく食べたい。そういう感じか。君面白いね。天使が囁いてくれた。それを体内のセンサーで読み取らせ、外の暗号が受け取った数値を解読しているのさ。当ててみるかい？分かれば君はフョードル以上だ。素直。彼はアツシ君系だな。簡単だよ。勝負の時間内にフョードルを殺す。もう開けちゃった。だから時間を止めたのさ。いや、気づかないのだから。その通り。私だけは止まった時間の中を動ける。これで先ほどの宿題の答えも出るね。そのまま暗号になっているのさ。そしてわかるかい？だとしたら面白いけど、この状況を破れる類のものじゃない。だからこの罠を選んだ。昼夜君ともお別れだ。君とはいがみ合ってばかりだったね。でも時には心を通わせた瞬間もあった。ごめん、特になかった。それじゃあグッバイ。ポン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 。なぜ一度も勝てん？腕の緊張や視線、全部小手先の技術だ。この世には超人も凡人も存在しない。私の活躍にびっくりしたり感心したりしてくれる誰かがいた方が楽しいだろう。わかった。つまりこういうことだろう。全ては探偵者を助けるため。ま、これでも探偵者の俸禄をはむ身だから、ね、よし、罠はないね。では元気に出発。おかしい、長すぎる。この神の絵画に抱かれんこと。ねえ、ないと。まさか。ダメだ。え？しかしなんだこの表情は。太宰は扉の開閉を司る。あっ、太宰！これより落下衝突シークエンスに移行します。約束してしまったからね。君は生きて帰すと。あとは頼んだよ。な、頼むよ。いい加減痛いんだ。楽にしてくれ。どうした？来いよ、昼夜。ヘナチョコパンチで私を楽しませてみろ。くそ。あ、痛い。
どこ狙ってんだよこの下手クソ。フィオドルには負けるし、おまけに殺される相手は昼夜だし。私が今深淵で感動的なセリフを吐いたら、絆の奇跡が起きて昼夜が元に戻る。昼夜、目を覚ませ。なぜなら私たちの残念だよ。でもね、君では私を殺せない。君は己で操れないものを信じない仲間だよ。だがランポさんならそうすると信じていた。あ、これ実際痛かったよ。あのバカが加減を間違えて。昼夜は最初から吸血種じゃなかった。弾は頭蓋骨で止まる。この手昔よく使ったね。うるっせ。その傷だよ。手を怪我すればヘリの操縦を吸血種に任せるしかない。さようならフィオドル。フィオドルは間違いなく死んだ。いつもみてえに皮肉は言わねえのか。いや、今日はやめておこう。